私あの実はあのホヌピーの、はい、ホヌピー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 のホヌルルフェスティバルをかけたショールームのイベントに一緒に出てて、うん、最終オーディションで一緒になったんですよ。決勝まで誰も行ってんの。何で入ってくるんですか。彼女なんだもん。ちょっと心配しててください。行ってきますよ。これ楽屋じゃない。3位、あの最終結果3位と2位で、最後一緒になんか歌のオーディションとか踊りのオーディション。歌やった。やりましたけど。すごい嫌そうだけど。でやりましたけど、そう。それで、そう、勝ち残ったあれだったんですね。遠回しに言うと、私負けましたけど、私負けた相手なんですよ。いや、ちょっとあの、はい。それで、あの、違う。最初審査で、あの1回ご一緒してて、初めてじゃないんですよ、うん、あ、そうなんだ。そうなんです。俺楽しいから今日も入っていい。ちょっと静かにしてください、こっちですからね、今オーディションの時もすごい優しくて、もう綺麗で、もうすごい、でもその時に年収があるから、だから今日すごい仲いい感じなんですね。そうなんです。だから、ここはみんな顔知ってんの、うん、知らないの、くみちゃん帰っていいですか、オーディション入りますよ。なんでよ。ちなみに、はい、パンキーって何味？そこ？頑張ってかぶりつくのや。かぶりつきます。黙って何もかけずに来た瞬間かぶりつくのや。でも吉田さんがパンキーすぎよね。寝てきたいですね。え、それこそ日本のパンケーキと全然違いました。そうなんですか。だって日本の原宿の噂もあるじゃないですか。確かに。でも、うん、花びらなめんな。980円。いや、一応おしまいです。ショールームのイベント結構ありそうになりますけど。でもね、1位を目指して1位。あ、それこそもう最終日でひっくり返ったりとか、ショールーム全然ありますよ。そう、150円あります。150万ポイント当日にひっくり返る。ああ、もうそんなことずっと聞いてる人じゃなくて、1位にだって、でもう最終日も何もしなかった。分かったよ、間を取って。
って。いや、なんでよ。TI さんに突っ込まれてるよ。なんで、失礼します。TI さん、毎回ね、見に来てくれてるお客さんがいて、TI さんっていや、それデリカシーのマネージャーです。そうそう、いつもコメントくれるんですよ。西尾久美がお世話になってるから来てやったそう。そんなとこにめっちゃおもろいの来てて、ひろかさんが綺麗すぎて、久美さんからもし変しそうになりますねって来てるんですよ。全然ない。なんで言えばいいの、こういうの。皆さん、みんな応援してくださいいや、でもね、でも本当は心1位目指してんだけど、小型マイクの使い方が絶対悩むからさ。あれじゃんガンダムみたいなやつでしょ。あ、そうです。かっこいいよね。かっこいいですよ。でも使いやすいです。やっぱ音とかも結構拾ってくれて、音声良くなったとか言われる。マジ？1位目指して。いや、それなら1位目指して頑張ります。おお。そうです。イベアの1位を目指して頑張ります。それこそマイクも持ってたりとか。持ってないんです。あ、そうなんだ。そうなんですか。当たる。当たる。大丈夫。大丈夫。1位、1位、1位。めっちゃ甘え上手じゃない？スマホスタンドは100円ショップで売ってる。あの、待って、スマホスタンドでここまで荒れる？ただただ俺欲しいもの言っただけだよ。それこそ今も毎日ショールームやられてるんですよね。すごい。俺に言ってんだよ、ちゃんと。なんかイベントとかに参加してるのか。私は今、写真集を作るイベントに参加して、うん、お、1位じゃないよね。1位になったら何分ぐらいできる？200作品。すごい。俺今日一回行って。なんで入ってくるんですか、さっきから。一回撮ってます。星いっぱい投げて一撮ってます。ひろかさんはなんかイベント今後、なんかそういうのに参加するとかはあるんですか？私もちょっと前にやっぱり楽曲を一個いただいてるんですけど、はい、なんで MV とか、ミュージックビデオ系の楽曲あるイベントか、もう一曲を、楽曲取って、二曲を CD にしたいなっていうのか、曲だから、ね、あの、ちょっと待って、別にさ、別に喧嘩するなとは言わないんだけど、こことここが喧嘩しちゃうと、確かに喧嘩とかの問題じゃなくて、正面の戦いになっちゃうから、クルーズ TV だし、言ってみたら、楽屋じゃねえから、誰が入ってきてるんですか、誰が仲いいの。いや、そう、なんかすごい仲いいと思う。え、俺らが喧嘩するけど仲いい？ちょっとそういうの分かんない。まあ、もう待って、俺そこは入ったら炎上するから。今日ヤフーペンである。みどりさん惜しい。ありがとう。ありがとう。みどりさん惜しい。ありがとうございます。私のために喧嘩をやめてて、だから。ダメよ、ダメよ。ごめん、本当にごめん。素直ストレートに。みどりさん、ストレート。本当ごめんなさい。背中に行けます。リスナーさんをディスるな。ありがとうございます。これ。これが正解。それがやっぱショールームで上位と、ツイキャスで10人の差やね。分かりやすく言うと、俺ら下級選手。そうね、エリート選手だからね。これ TI さんとか読んでドラゴンボールの話してるからね、一番分かりやすい話をしたわけだけど。